はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。もうすぐ5時ですね。6月は6日の火曜日でございまして、これは今日ですね、今日の14時34分といいますから、今まだ2時間ちょいしか経っていない産経新聞の記事でございまして、ウクライナとロシアですね、双方が攻勢主張、反攻初期段階分析もという記事でございます。ちょっと読みましょうね。ウクライナと同国を侵略しているロシアの双方の国防当局が6日までに、ウクライナ東部を中心に複数の戦闘が起き、自国が攻勢をかけていると発表した。米主要メディアはロシアに対するウクライナの反攻作戦が進行中だとの米軍事関係者の見解を伝えた。ウクライナ側は本格的な反攻着手を否定しているが、ロ軍の出方を探る軍事作戦の初期段階に入ったとの見方が浮上している。米紙ニューヨークタイムズなどによると、米当局者は人工衛星などの情報をもとに、ウクライナ側が砲撃やミサイル攻撃を活発化させていると分析している。ロ軍の布陣や軍事能力、兵士の士気などを探る目的があるといい、軍事専門家からは数週間前から数ヶ月に及ぶ本格的な作戦の初期段階を示唆するものだとの見方が出ている。一方、ウクライナとロシア双方が戦況を発表。ロ国防省が6日東部ドネツク州南部で大規模な攻勢を仕掛けたウクライナ軍を撃退したと主張した。同様の発表は2日連続ウクライナ軍に1500人以上の人的損害を与え、ドイツ製主力戦車レオパルド8両を含む戦車28両などを破壊したとしている。レオパルド8両やられたなほんまかという感じがしますけど、ウクライナ国防省は5日の段階で、ロシアはウクライナ軍が反攻作戦で大損害を受けたとする虚偽の情報を流し、国民に抗戦を断念させようとしていると指摘していた。ウクライナメディアが伝えた。ロシアが完全制圧を発表した東部ドネツク州バフムトをめぐっては、ウクライナのマリャル国防次官が5日、ウクライナ軍が同市周辺で有利な陣地を確保して攻勢に転じ、ロ軍に防戦を強いるなど成功を収めていると指摘。ウクライナのゼレンスキー大統領も5日のビデオの声明で、同市周辺でウクライナ軍が前進しているとした。バフムトをめぐる戦闘でロ軍側の主力を担ったロ民間軍事会社ワグネルのトップのプリゴジン氏も5日、バフムト近郊の集落ベルホフカの一部がウクライナ軍に奪回されたと SN 上で指摘し、ロ軍上層部を批判していたと。以上でございますね。これが産経新聞の記事です。まあ両方ともですね、自分たちに有利な情報を発信しようとするわけでして、まあどっちが正しいのかと、いうことはようわからんわけです。ただですね、ロシアという国は基本嘘つきの国でございますから、私は幾分ロシアの方は割り引いて考えます。ただしですね、ウクライナ側もちょっとオーバーな表現を今までしてきたような気がしますので、そのままですね、額面通りには受け取れないなという気もします。前から言うてます通りですね、こう不可解なのはですね、ウクライナが行くぞ行くぞって言い続けてるということなんですね。だから行くぞ行くぞって言うて行くっていうのはかなりの愚策なんですよ。だから何のために言うてんのかなという、お前ら口だけちゃうんかという気がしなくもない。別に口だけでもいいんですよ。何度も申し上げる通り、攻めるというのは非常になんていうか困難が伴うわけです。守るよりも困難なんですね。同じ兵力であればですね、守りの方が強いんです、基本的には。守りの方待ってればいいわけですから。攻める方は体をさらして、自分たちの身をさらして前に進まなければならないでしょう。だから同じ兵力であれば守る方が強いと
というのはこれはもう常識でございます。だからですね、攻める時にはですね、相手の意表をついていくのが一番効果的なんですね。相手が来ると思っていない場所に、来ると思っていない時間に、あるいは日時を選んで、で攻めるというのが一番ですね。どこを攻めるか、いつ攻めるかなんてもうすごい機密なんです。第二次世界大戦の時にですね、アメリカやイギリス軍がですね、いつそのヨーロッパ本土に攻めてくるかということについてはですね、かなりこう議論があったわけですね。守るのドイツ側のっては、でもそれも最高機密なわけですよ。ドイツ側の一番の主張は、天気のいい日にですね、カレーの沖からやってくると、今一番狭い海峡、狭いところを渡ってくるんちゃうかということを予想したわけですね。でもですね、ある人はですね、雨の日にですね、ノルマンディ海岸という、まあ、いわゆる一番遠いところから来るんちゃうかというふうに予想して、結局ノルマンディに行ったことは皆さん歴史でご承知の通りでございます。意外なところから来るわけです。やっぱりね、なんていうか、手強い敵に対してね、こうなんていうか、こう分かりきった攻撃を仕掛けるというのはですね、よっぽどのですね、よほどのその自信がないと、兵力がないと無理です。例えば1945年、同じ、ノルマンディは44年ですね、45年にですね、アメリカ軍は沖縄に上陸をします。で上陸する海岸っていうのは、あらかじめ日本軍がここに来るやろっていうふうに、あれしておいたところにビタッと来るんです。ビタッと来るんですけども、日本軍は手を出さなかったんですね。そこで下手に手を出してもですね、すぐにですね、こちらから手を出した部隊がやられてしまうということでですね、手を出さずにですね、上陸はさせて、その後でじわじわとですね、守りの作戦を遂行してたわけです。その場合ね、なんでアメリカ軍は予想通り来たかっていうとですね、望み通りのその場所に登るにはやっぱり圧倒的な兵力がいるわけですね。それをアメリカ軍は用意できたというだけの話なんです。その前の年、1944年にですね、サイパン島にですね、アメリカ軍がやってきてですね、ここで日本軍はド派手に玉砕をするんですけども、これはほぼですね、やっぱり予定通りにやってきたんですけども、もう上陸時点で日本軍は手を出したんですね。上陸部隊をどんどんやっつけたんです。そうするとやっつけた部隊がやられてしまってですね、でも大体その上陸のちょっと後でですね、大体そう決まってしまったわけですね、戦いの行く末が。だからそれにですね、こう教訓を得た日本軍は、一旦上陸させてから叩くんやみたいな、そういう作戦に切り替えたわけです。今回もね、ウクライナはね、行くぞって言うてね、行けるほどの兵力はないんですよ、はっきり言うて。だってウクライナの方が国は小さいわけですから、動員できる戦力はもうとことん動員してるはずなんですね。で何か目新しいことがあるとすれば、それは西側から獲得したですね、戦車、レオパルトであるとか、チャレンジャーであるとかですね、何やったかな、忘れました、はい、アメリカの戦車ですね、あれがあるということぐらいですね。他にまあちょろちょろといろいろいろんなもありますけど、で、よく書かれているのは1回しかチャンスがないと。それは当たり前です。もうワンセットしかないんです。ワンセットしかない軍隊をでどこをどう効果的に戦うかということなんです。だから失敗をしたらそれでおしまいなんですね。日露戦争という戦争がもう百何十年か前にございまして、日本にはですね、ワンセットしか艦隊がなかったんですね。それを連合艦隊というのにまとめて、司令官は東郷平八郎ですね。でロシアにはですね、まあ言うてみりゃ、まあそうですね、3セットぐらいの艦隊があったんですね。一つは極東艦隊であり、もう一つはバルチック艦隊、まあ、バルト海の艦隊、バルチック艦隊は、まあ、あれは2セットぐらいあったわけです、日本から見たら。で1セット目の極東艦隊というのをなんとかかんとかですね、封じ込めてやっつけてですね、野木真助さんがですね、203号地を攻め取ってですね、それでなんとかやっつけて、って言うときに、第2セット目と3セット目を合わせたようなですね、バルチック艦隊って、ヨーロッパからぐわーっと回ってやってきたわけですね。それを1セットまた残っていたですね、日本の連合艦隊が対馬海峡に迎えてですね、海戦をして、なんとかこれ勝ったわけですね。だからなんとか戦争は日本の勝ちと、判定勝ちみたいに終わるんですけども、ウクライナの場合も1セットしかないはずなんですよ。
ワンセットをうまく使えるかどうかと、それでうまく勝利に結びつけるかと、それで負けてしまったらもうないんですよ。あとはもう粘り強く守るしかないというですね、従来通りの戦いしかないわけだって、次に攻勢に出るまでにはですね、かなり時間がかかるでしょうね。だから彼らは慎重に構えているというのは分かりますけども、どうでしょうかね、もうそんなに早くにはいかないと思います。行くぞ行くぞと言うてるうちにいかへんちゃうかなと私は思ってますけどね。はい、この産経新聞のですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。